宇宙世紀00791月3日スペースコロニーサイト3はジオン公国を名乗り地球連邦政府に対し宣戦を布告。後に一年戦争と呼ばれる戦いの始まりである。ジオン公国は巨大人型兵器モビルスーツを戦いに投入し、物量で勝る連邦を圧倒する。開戦よりわずか40時間で3つのサイドは壊滅し、28億もの命が失われた。だがこの凄惨な殺戮劇もジオンの真の目的の前では単なる序曲でしかなかったのである。これは愚劣なる地球市民に対する裁きの鉄槌である。神の放ったメギドの日に必ずや彼らは屈するであろう。ジオンは空前絶後の計画を実行に移した。スペースコロニーを強大な弾頭に見立て地上に落下させようというのだ。目標は南米連邦軍本部ジャブロー。落下するコロニーは連邦軍の必死の抵抗に遭い、大気圏突入後に崩壊、大きくコースを外れてしまう。ジオンは作戦の失敗を挽回すべくサイド5ルームに進撃を開始。一方連邦はレブル将軍率いる宇宙艦隊をルナ2から発進させた。地球の命運はこの一戦にかかっている。諸君らの健闘に期待する。連邦へ、えらく動きがいいが、指揮官はレビルか。モビルスーツ隊を発進させろ。両軍の戦力比は3対1、圧倒的に連邦軍が上回っていた。しかしこの戦いはジオンの圧倒的勝利によって終結する。モビルスーツの威力を前に連邦艦隊はただなすすべもなく撃破されていく。連邦軍の機関アナンテもまた激しい戦闘により大破し、脱出を試みたレビル将軍もジオンの捕虜となってしまうのだった。ジオン政府はルームでの華々しい戦果を武器に連邦政府に対し休戦条約の締結を申し入れる。敗北を喫し疲弊した連邦にとってそれを断る気力はもうなかったかに見えた。宇宙都市サイド3はルームでの勝利に色めき立っていた。地球から遠く離れ過酷な生活を余儀なくされていたスペースノイドたちにとって連邦に対する勝利は特別な意味を持っていた。我ら優秀なるジオン国国民の前にあっては数に勝る連邦ですら無能の衆に過ぎないのである。南極での休戦条約交渉を前に行われたこの演説でジオンの人々はこの戦争の勝利を確信していた。しかしその確信は最悪の形で裏切られることになる。今まさに条約調印がなされようとした時、レビル奪還サルトの方がジオン本土を駆け巡った。そしてジオンの内情を見取ったレビルによってジオンが連邦以上に疲れていることが暴露されてしまう。結局この日は軍事条約の締結のみにとどまり、戦いは継続していくことになるのである。この事態に対しギレンザビはかねてより進めていた地球侵攻作戦を実行に移す。今戦いは新たな局面を迎えようとしていた。レビルの帰還によって連邦は統制を取り戻しつつある。だがそれも今のうちだけだ。地球侵攻作戦の準備はどうなっている？はい、順調に進んでいます。各部隊は作戦開始の指示があり次第
地球への降下が可能です。そうか。愚かなる地球市民どもの驚く顔が目に浮かぶ。ドズル様から通信が入っています。回線を回します。いよいよだな兄貴。ソロモンから発信した降下部隊はあと少しで地球降下ポイントへの集結を完了する。第一次降下作戦の開始はいつでも可能だ。よかろう。全軍に戦闘開始命令を出せ。我が軍はこれより地球侵攻作戦を開始する。目標はカスピ海および黒海の沿岸部。目的はこの地域一帯の地下資源の確保である。また来るべきヨーロッパ中東侵攻作戦に向けてもこの一帯の占領は必要不可欠なものである。今こそ地上が安全だと思い込んでいる連邦の愚か者どもに我らジオンの強さを思い知らせてやるのだ。敵防衛部隊沈黙。増援が送られている様子もありません。全軍に戦闘中止命令を出せ。オデッサ制圧は完了したと。了解。本日正午、地球降下部隊の第一陣がオデッサとその周辺の鉱工業地帯の制圧を完了いたしました。引き続き地球侵攻作戦を予定通り推し進め、半年以内に連邦の息の根を止めてご覧に入れます。家臣の失意は自らの破滅を招くぞ。地球は、あの広大な土地は我々の手に余るのではないかな。これはこれは、かつてジオン大君から王位を簒奪された方のお言葉とは思えませんな。言葉が過ぎるぞ。今さら停戦などセロンが許しますまい。お前が煽ったセロンだろう。どちらにしても引き返すことはできんか。要は勝てばよいのです。心配することなど何もありません。父上、オデッサの制圧をもって第一次降下作戦を完了します。続いて北米大陸に対する第二次降下作戦の実施が可能です。これより我が軍は第二次降下作戦を開始する。目標は北米大陸。南米のジャブロー基地を牽制するためにもこの地域の占領は不可欠である。オデッサで見せた我らジオンの強さを再び奴らに見せつけてやるのだ。報告します。連邦軍海洋基地キャリフォルニアベースの制圧によって連邦の潜水艦を無傷で入手することに成功しました。開発部に調査データを送ります。お役立てください。北米大陸の制圧をもって第2次降下作戦を完了します。続いて中部アフリカに対する第3次降下作戦の実施が可能です。これより我が軍は第3次降下作戦を開始する。目標は中部アフリカキリマンジャロ基地だ。各員の健闘を祈る。地球侵攻作戦の初期目的であるオデッサ、北米、中部アフリカの制圧が終了した。今後も予定通り地球侵攻を継続していく。だが兄貴、戦いを長引かせるのは良くない。兵たちの中には宇宙に帰りたがっている者も出始めている。今ならまだ兵たちの士気も高い。先にジャブローを攻めた方が良いのではないか。勢いだけで戦争には勝てんよ。しかし連邦のモビルスーツ開発に関する情報も入っています。ことは慎重に運ぶべきかと。 V 作戦と呼んでおるのか。はい。連邦のモビルスーツなど私が倒してご覧に入れますよ。頼もしいな。しかしお前は未来のジオンを背負って立つ身。軽率な真似だけはしてくれるなよ。相変わらず心配性ですね父上。私もジオン軍人の端くれ、
親の七光で出世したなどと言われたくありません。それなりの働きはさせてもらいます。 V 作戦か。我が軍は地球侵攻作戦の初期目的を達成し、地上での生産体制が整いつつあります。これにより大気圏外からの降下という危険を冒すことなく、地球侵攻作戦の継続が可能です。北京攻略作戦を提案します。兄貴、良い知らせがある。サイドセブンに潜入させた諜報部員がコロニー内に連邦軍の研究施設が存在することを報告してきた。もしかしたら V 作戦と何か関係があるかもしれん。赤い彗星のシャアをサイドセブン空域の調査に向かわせたい。よかろう。シャア、兄貴から許可が出た。サイドセブン空域の調査に向かえ。ロレン、デニム、ジーン、スレンダーを連れて行け。期待しておるぞ。了解であります。直ちに調査に向かいます。緊急連絡です。サイドセブン空域からです。閣下、連邦の V 作戦モビルスーツの開発、それに伴う新造戦艦を同時にキャッチしたのであります。情報収集に向かった我が隊のザクがサイドセブン内で連邦のモビルスーツと交戦になり、連邦のたった1機のモビルスーツのためにザク2機を失いました。脱出した部下が持ち帰った映像があります。部下の話では、連邦のモビルスーツは信じがたい能力を持っているようです。兄貴、見ての通りだ。赤い彗星のシャアが V 作戦を捕まえた。補給部隊を派遣して調査を続行させよう。相手は V 作戦だ。いかに赤い彗星でも補給なしで戦えるとは思えん。それでもやれというのか。仕方がありません。やってみます。しかしみすみす部下を危険にさらすことはできません。ドレン、デニム、ジーン、スレンダーの4人は帰還させます。兄貴、赤い彗星が V 作戦にやられた。奴の消息は不明だ。 V 作戦の威力は予想以上だ。偵察部隊の報告では大気圏に突入したらしい。地上で捕まえてくれ。ガルマ様から緊急連絡です。回線を回します。申し訳ありません。ジオン地上軍は木馬に敗北しました。連邦のモビルスーツの性能は予想以上です。閣下、良い知らせです。ガルマ様がお見えになっています。兄上、お願いがあります。木馬との交戦で負った傷が癒えました。再び木馬に対する攻撃を許可していただきたい。このままではザビ家の男として国民に対する面目が立ちません。ガルマよ、ザビ家の男が一兵卒のようなことを言うな。お前にはジオンの未来を担うという重要な使命があるのだ。木馬にはランバラルを派遣しようと思う。兄貴、それならばよかろう。よかろう。青き巨星と呼ばれた奴ならば必ず木馬を倒してくれるはずだ。朗報を待とう、ガルマよ。仕方がありません。ランバラールに全てを託しましょう。それがジオンのためになるのならば。木馬追跡任務中のランバラール隊から連絡です。報告します。我々ランバラル隊は太平洋上において木馬を発見、敵モビルスーツと交戦しました。木馬の戦力は想像以上です。しかしなぜかは分かりませんが、奴らの戦い方はまるで素人です。何か秘密があるのではないでしょうか。
ランバラル隊より緊急連絡です。回線を回します。申し訳ありません。木丸戦力は予想を上回り、我々は手痛いダメージを受けました。このままの戦力では木馬を討ち取ることはできません。戦力の補給が必要です。ランバラルをもってしても苦戦するとは。木馬の力、侮れんな。新型モビルスーツドム一個招待を送ろう。ドムならば V 作戦にも引けを取らんだろう。いいだろう兄貴。ドズル兄さんは支援のためにドム一個招待を使うというのですか。それだけの戦力ならばより効果的な使い道があるはず。総帥、ランバラルへのドムの支給はお取りやめください。すまない。すまない。ランバラル隊にドム一個招待派遣する。ドムならば必ず木馬を倒せるはずだ。我々ランバラル隊はついに連邦の白いモビルスーツの撃破に成功し、木馬と2機のモビルスーツのダッシュに成功しました。しかし残念なことに木馬の乗組員たちを捕虜にすることはできず、結局 V 作戦の秘密は分からずじまいです。ギレン閣下、我々が木馬と呼んでいる新型戦艦の正式名称がペガサス級強襲揚陸艦ホワイトベースであることが判明しました。この船は大気圏突入、離脱能力およびミノフスキークラフトの応用と思われる大気圏内飛行能力を有しております。ホワイトベースのモビルスーツ部隊にはタイプの異なる3機のモビルスーツの配備が確認されています。我々が白いモビルスーツと呼んでいるのがガンダムです。この機体は高出力のビームライフル、ビームサーベルを装備し、シールドと装甲はザクマシンガンの砲弾を全く受け付けません。さらに対モビルスーツ戦においても高い格闘能力を見せています。両肩にキャノン砲を装備している赤い機体がガンキャノン、一見戦車のように見える機体がガンタンクです。この2体は中長距離での砲撃支援を主体とし、非常に高い火力を有しています。そしてこのホワイトベース隊による実戦データの収集が V 作戦の正体であり、これに並行して連邦のモビルスーツはすでに量産化されつつあるとのことです。報告します。戦いの長期化によって前線の兵士たちの士気は低下しています。総帥の著書有生人類生存説の続編を発表してはいかがでしょうか。よかろう。続有生人類生存説を発表します。旧ジオン派の反感を招く可能性もありますが、総帥のお考えを知ることでジオン国民の士気は高まるはずです。続有生人類生存説の評判は上々です。国民の戦意は回復し、兵士たちの士気は高まっています。報告します。諜報部によると連邦軍がオデッサに対し大規模な軍事行動を開始したようです。オデッサは地上の生命線ともいうべき重要な拠点、何としても守らねばなりません。マクベはオデッサ防衛の切り札を用意しています。司令官に任命しオデッサ防衛の指揮を任せようと思います。よろしいでしょうか。そうですか、マクベには任せられないというのですね。わかりました、諦めましょう。戦いの長期化に伴い戦場はあらゆる場所に拡大しています。モビルスーツの用途は多岐にわたり、全ての要求を満たすことは不可能です。この問題に対し開発部から局地専用モビルスーツ開発計画ペズンが提案されました。予算の投入をご検討ください。総帥、提案があります。フラナガン博士を中心とする研究チームはニュータイプ能力の軍事利用を実現するシステムサイコミュニケーターの開発において具体的な研究成果を提示しています。フラナガン機関を設立し本格的な研究を開始するべきです。よかろう。はい、フラナガン博士にフラナガン機関の設立を命じます。朗報をお待ちください。
報告します。諜報部によると近々連邦軍がソロモン周辺地域で大規模な軍事行動を行う可能性があるようです。注意してください。戦いの長期化に伴い戦場はあらゆる場所に拡大しています。モビルスーツの用途は多岐にわたり全ての要求を満たすことは不可能です。この問題に対し開発部から局地専用モビルスーツ開発計画ペズンが提案されました。予算の投入をご検討ください。よかろう。はい、ペズン計画を開始します。開発部の報告をお待ちください。現在我が軍は様々なモビルスーツを戦線に投入することで多大なる戦果を上げています。しかしモビルスーツごとに異なる操縦方法は前線の兵士たちに負担を強いています。この問題に対し開発部から統合整備計画が提案されました。予算の投入をご検討ください。よかろう。はい、統合整備計画を開始します。開発部の報告をお待ちください。フラナガン機関より報告します。サイコミューの実用化に成功しました。サイコミューは脳波伝導システムの一種でミノフスキー粒子下での無線兵器の誘導を可能にします。これを応用することでニュータイプ専用兵器の開発が可能になります。総帥、サイコミューの実用化によってニュータイプの軍事利用は現実のものとなりました。ニュータイプの実戦投入を許可していただけないでしょうか。よかろう。ニュータイプの力をもってすれば形勢は我らに大きく傾くはず。フラナガン博士にニュータイプの調整を急がせます。議連閣下、偵察部隊からソロモン空域に連邦艦隊が集結していると報告がありました。またデキン皇后が和平交渉を行うべくグレートデキンで連邦艦隊に向かったようです。グレートデキンの識別信号が連邦艦隊と接触しました。父上、余計なことをしてくれる。しかし和平交渉など関係ない。我が軍が徹底抗戦の意思を貫くことを連邦に伝えよう。父上はジオンがすでに自分のものではないことが分かってらっしゃらないらしい。議連閣下、親衛隊隊長がお見えになっています。何の用だ、申してみよう。は、宇宙要塞ルナ2に対する攻略作戦の提案に参りました。ルナ2、あの要塞にどれほどの価値があると。ルナ2そのものにはおっしゃる通り価値はありません。必要なのはその空域とサイド7にあります。ふん、建設中のコロニーか。サイド2のコロニーは大きすぎてコントロールできず目標を外してしまったが。はい、サイド7ならば確実に。それともう一つ、この作戦を確実に遂行するためにも封印された核兵器の使用を許可願います。これらの提案についてギレンザビは即答を控えたという。コロニー落としと核兵器の使用、すなわち南極条約を破棄するということだったからである。報告いたします。シャリアブルが木星より帰還しました。よく戻ったシャリアブル、折り入って頼みがあるのだ。キシリアのニュータイプと接触してほしい。ニュータイプであるお前には可能なはずだ。私がニュータイプですって？私にはそのような力はありません。貴様のことは貴様以上に知っているはずだが、俺が何を考えているかわかるのだろう。キシリア様の行動を監視しろとおっしゃるのですね。さすがだな。そういうことだ。フラナガン機関より報告します。当機関で要請していたニュータイプララースーンの調整が終了しました。実戦への投入が可能です。これより我が軍はルナ2攻略作戦を開始する。目標はラグランジュ3、宇宙要塞ルナ2だ。各員の一層の努力を期待する。議連閣下、ルナ2の攻略は成功しました。サイド7は我々の手中にあります。ルナ2攻略作戦の真の目的、第2次ブリティッシュ作戦を提案します。
各部隊に作戦の開始を通達しろ。愚かなる地球市民に対し再び裁きの鉄槌を振るう時が来た。第二次ブリティッシュ作戦を発動する。ルナ2を失った連邦に落下するコロニーを止める力はもう残っていなかった。第二次ブリティッシュ作戦は成功です。コロニーはジャブローに落着しました。現在ジャブローの被害状況を確認中です。第二次ブリティッシュ作戦の成功によってジャブローの対空防衛網は完全に無力化しました。これでジャブローへの降下上陸が可能です。ジャブロー降下作戦を提案します。これで全てが終わる。全軍に作戦の開始を通達せよ。これより我が軍は南米ジャブロー連邦軍基地に対する降下上陸作戦を実行する。再び行われたコロニー落としによりジャブローの対空防衛網は完全に無力化した。そればかりかジャブローは連邦軍本部としての機能すら失いつつあった。30年もの長き間我々は屈辱に甘んじ苦渋を舐め続けてきた。だがその歴史は今ここに終止符を打つ。連邦にもはや兵はなく我々はもう何者からも束縛を受けることはない。今こそ我々優良人種たるジオン国民が新たなる人類の歴史を築くのだ。連邦軍本部ジャブローの制圧に成功しました。我が軍の勝利です。連邦政府は戦いの敗北を悟り、ジオン公国の降伏勧告を受け入れる。終戦条約は圧倒的な勝利を収めたジオンの要求通りに決定し、連邦政府に対しサイド3の独立自治権と連邦軍の武装解除を認めさせた。そして地球上の主要な都市がジオン公国の管理下に置かれ、連邦政府はその実権を失った。だがそれがアースノイドたちの反感を生み、後に起こる反乱のきっかけになろうとはこの時点では知る由もなかったのである。